東京大学情報基盤センター、学際情報科学研究部門というところにおります、長井と申します、えーと。2月1日に移りまして、それまでは日本原子力研究開発機構におりました。これは、ね、急遽今今、2分前ぐらいに書いたんですけれども、今柏、かしわが公園の横にくっついているわけですけど、柏2というこの逆の辺のところにおりますので、興味のある方、議論したりする場合はこちらに来ていただけると助かりますであの。今回は招待していただきありがとうございました。 今日のお話は何かと言いますと、機械学習を使ってシミュレーションを早くしたいというのが今回の話になります。特に今回は分子シミュレーション、分子取り企画に関しての話をしたいと思います。機械学習をどのように使うかなんですけれども、通常機械学習というのは猫の判別とかで Google でやったり、自動運転とか ChatGPT とかいろいろありますけれども、基本的にはまだ理論を持ってないもの、もしかしたら理論ができるかもしれないんですけれども、理論を持ってないもので適当にインプットを入れて、なんとなく機械が作ってくれると。 アウ,アウトプットが出てくる、B が出てくるようなものをやっています。一方でシミュレーションというのはもちろん、はっきりと理論が分かっていて、場の量子論でも何でも、はっきり計算が分かってますから、その A っていうインプットがあったときに B っていうのは確実にああの何か出るようになってるわけです。ですが、そのまあここに書きかれたの左の緑丸みたいに、まあ、 適当に書いたわけですけれども、この計算は非常に大変で、まあ、定式ができていて、理論も分かっているけれども、計算が重たいという場合は往々にあるわけですね。そのような場合に、あの今回、機械学習を使うというのは何を意味しているかというと、緑丸の部分を機械学習を使って、まあ、何らかの計算コストがより軽いものに置き換えてしまって、そうすると A をインプットしたときに紫の四角が、えっと、入って、それで B が出てくるみたいなことができるわけです。そうすると、えっと、似たような結果が出ると、まあ、シミュレーションが結果的に速くなるよということになります。まあ、これは基本的なアイデアで、まあ、これはあの、えっと、機械学習分子 理学法ということで、まあ、盛んに最近は研究されているわけです。でえー、となんですけれども、まあ、いろんな問題ももちろんありまして、何かというと、まあ、そこに書きましたように、あの緑の四角をあの模倣するような赤の四角のニューラルネットワークを作るんですけれども、あのこのもちろん完全に同じにはならないですねあの。物質の情報を X を入れたときに、場の量子論でも密反感する理論でも何でもいいんですが、まあ、計算したときに出てくる Y っていうのと、この赤四角で適当に作った関数、ニューラルネットワークっていうのはもちろん合いませんので、 あの出ててきた結果が本当ににに合っいいるるのかっていうのかとううは常に気になるというわけですね特にデータを集めてきて適当に作る場合は本当にあのそれがうまくいってるかっていうのがすごく気になるわけで,で、まあ、データをどんだけ集めても100%合うわけもないのでその意味で妥当性をどう検証するのかっていうのが問題になります。でそれを解決する一つの方法として地語学習ハイブリッドモンテカル法というのを提案しているとで今回はそのような話をしたいと思います。 でまあ、今回、アウトラインはまあいいとして、機械学習分子シミュレーションの話と、中国学習ハイベトモレタカルの方の話と、まあ、適用例と、まあ、最近ありました準結晶の原子拡散の話というのをまあ応用例としてお話したいと思います。 まあ先ほどから言っているんですけれども、まあ、インプットがあったときに、あまあ、何かの計算する関数 F がもうすでに理論が分かっていて、まあ、それを模倣する別の関数 G を作るとで。これが等しくなるように作りたいんですが、あのそのもし等しくなるようなものができたとすれば、の G の計算が早くできるんだったら高速化できるという話です。 で、あの、それでターゲットとしては何かと言いますと、分子でおり気学法でして、まあ、これは何かと言いますと、まあ、原子論には必ず何かが力が働いていて、まあ、それが分かれば、すべての世界のあらゆるものは計算できると、まあ、シミュレーションできると。もちろん実際は計算コストが非常に重たいわけですね。でどうして重たいかっていうと、ある原子位置があった時に、もし量子学的な効果とかを入れたい場合には、大次元計算、密度半関数理論を使ったりして計算するわけですけれども、まあ、それのエネルギーの微分を一、 原子の微分をすれば力が出てきて、その力を使ってがん原子が動いていくと、刻一刻追っかければ、現実世界をシミュレーションできるわけですが、実際問題、これは1フェムト秒ぐらいに評価しなければいけなくて、ということは、第一原理計算と呼ばれる重たい計算を1フェムト秒ごとにやって、それで10のマイナス15乗ですから、フェムト、ピコ、ナノ、マイクロ、ミリといくと非常に重たいということですから、これをそのままやるのはもう到底無理ですし、原子数が増えれば増えるほど、計算は莫大に。 時間がかかるコストがかかりますし時間も大変かかるということでニューラネットに置き換えようという話があります。 これ自体は2007年にベーラーのパリエルの論文がありまして、これが非常にうまくできていて、何をやったかと言いますと、原子の位置が分かれば、もちろん大次元計算の言葉の意味がそもそも何を言っているかというと、原子の位置が分かればエネルギーが分かるということを言っていたわけですね。ですので、このインプットが原子位置で、アウトプットがエネルギーだと思えば、そういうネットワークを組むと。つまり、インプット R でアウトプット E として、何らかの関数、ニューラルネットワークを作ってあげれば、 これでもしうまくいけば、模倣ができていれば非常に早いと。で、実際これはうまくいきまして、ものにもよるんですけれども、まあ、1000倍以上早くなると。1000倍早くなりますと、例えばあの3年かかる計算、365日かける3で3年かかる計算っていうのは1000日以上かかるわけですけれども、1日で終わるわけですから、材料物性を例えば探索するときに、毎回1年かかる。あの 1> 1年じゃない3年かかるものを1日でやると,10、えー、と30年かかるものは10日で終わるわけですから、まあ、その意味で非常に有望ですので、まあ、の企業等々でも盛んに研究されてまして、まあ、あの特にあのてうかバッテリーとかその辺の業界では非常に盛んにやっております。一方で、機械学習分析ミュエーシションをどうやってするかということに関しまして、具体的に考えると、まずデータを集めないといけないと。訓練データを集めるというのは、原子位置が分かってエネルギーがあるというのが訓練データでして、つまり第一原理計算をたくさんしないといけないわけです。 ですので、まあ、これをやればやるほど精度が上がるだろうとは思うんですが、どこまでやればいいか分からないという話。でまあまあ、とりあえずデータを集めたとして、訓練をしてで、出てきた結果がうまくいっているかどうかはもちろんあの確認してとていうことをやって、やるんですけれども、それで本当にうまくいっているかっていうのは、実際やりたいシミュレーションでうまくいっているかを見なければ分からないので、まあ、ちゃんと動くかどうかもかなり慎重に考えないといけないということで、まあ、あの非常にいいんですけれども、ある意味、くろ的なことをしないといけないですね。そのまあ、職人技じゃないですけど、ちょっと,ちょっと知見が必要です。 でその問題点を解決したいと。でえーとまあ、さっきから少し言ってますけれども、関数を模倣しているわけですが、その模倣した関数が本当に合っているかということですね、完全に一致していることはないので、どこまで精度を高めれば自分がしたいシミュレーションの精度になるのかということが問題です。 でケアラッシュ MD の問題に関しましては、これ、原子位置を入れますので、連続空間での座標がインプット情報になっています。ですので、構造候補は無限にあるわけですね、連続空間なので。なので、どのような構造を入れると訓練データとして良いかという問題、あるいは、あとはそのどのくらい入れればですね、まあ、1000個計算すればいいのか、1万、10万、100万、どれだけ入れれば、自分からやりたい計算のシミュレーションの精度になっているのかということは分かりません。 さらにあの、この問題3が結構大事で、小さいシステムで、まあ、例えば学習データを集めてきて、大きいケース、つまりあの大事件ケースができないような大きな計算のえ、例えばシミュレーションしたいと、そうすると大きな計算のデータはないので、本当に正しいのかって分かりませんし、特に長時間計算した結果がやりたい場合には、その長時間のデータもないので、あの一体これは本当に正しい計算になっているのか、物理的にまともな結果になっているのかっていうのは全く分からないというのがあって、まあ、非常に問題になるわけです。 ですので、す、ま、の、あ、こういうニューラルネットワークがいいか悪いかっていうのにの振り回されると非常に計算も大変ですし実用上も問題がありますので、まあ、それを克服する手段として自己学習ハイブトモンテカル法というのを考えました。 これは何かと言いますと、あの元々の機械学習の MD をやっていたんですね、時間発展の MD をやっていたんですけれども、まあ、統計力学とかを考えると、まあ、MD っていうのは時間平均なわけです。ですが、あの今、期待値を計算したければ、別に時間平均でなくても、まあ、統計平均、つまりモンテカルロ法でも計算できるということが分かります。ですので、このアイディアというのは何かと言いますと、あのモンテカルロ法で物理量を計算するようなあの枠組みを考えます。これ自体はハイブリッドモンテカル法と,、まあ、モンテカル法というのは昔から知られてますし、あの ここでやってる話は昔からあります。どういうことかと言いますと、緑丸がエネルギーの計算で、あの緑あ黄色の矢印が何らかの、えー、と原子を動かすんですね。で、まあ、モンテカル法なので、範囲というかそのコンフィギュレーションを変えながら、それのアクセプト・リジェクトっていうのを、えー、モンテカル法でやると、イージング模型のことを考えれば、スピンを引き換えるわけですけど、今回は原子位置を変えると。原子位置をどうやって変えるかなんですけども、そこは機械学習 MD を使って動かすと。 そうすると、あ,のある原子位置があって、気学習 MD で時間発展させて適当に動いて、でその出てきたあの原子位置に対してあのエネルギー計算して、前とどのくらいあの上がってるか下がってるかって、ボルツワンウェイトで見てっていうのを繰り返してあげると、結局、マルコフレンサモンテカル法になっていて、それで期待値が計算できます。これ自体は、あの気学習 MD を使わなければ、ハイブリッドモンテカル法として、えー、と1980何年かに、えー、と使われていたものです。 ですので、このハイブリッドモンテカル法に対して、通常は、この MD 部分は元の大事件計算で時間発展をするわけですけれども、ここであえて機械学習 MD に置き換えておきます。これによって精度は下がるんですけれども、その精度の下がりはどこに効くかというと、もちろん、元々は例えばエネルギー一定の第一件に MD をしたければ、エネルギーを保存する時間ダイナミックスを考えればいいですね。その場合、もちろんエネルギーが保存すれば、あの緑丸の左と右っていうのは同じなんで、必ずアクセプトされると。 ですが、機械学習 MD を使うと、もちろんエネルギーはずれるので、元のエネルギーとずれるので、アクセプト率は下がります。もちろん十分によければアクセプトされると。まあ、そういうことで、別に機械学習 MD の今やった黄色の矢印のところは、別に厳密な計算する人がないので、機械学習 MD を使います。それによって、何がいいかというと、計算が非常に速くなります。これで大事件計算を例えば100ステップやって、次の緑に動かすと。まあ、原子位置を変えないと、思ってカル方としてアンサンブル平均取れないので、まあ、たくさん動かさなきゃいけないんですが、あの 第一原計算だと非常に重たいのに100ステップやったら100回、第一原計算を収束かけてやるわけですがそれを例えば、化学者 MD を使うとそこはシュッと行きます。ほんと1000倍ぐらい早いわけですからか簡単に言うわけです。ですので、こういうことをしてあのどん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 違う範囲を生成して、まあ、それで、えー、とモンティカルをして物理量を計算しようというのがハイブリッドモンティカル法のところですで。自己学習とは何かというとこの、えー、と緑丸で毎回エネルギーの計算をするんですがこのエネルギー計算自体は第一原計算を使います。 ですので、すのある原子値があってエネルギーが求まっているのでそれを訓練データとして保存しておいてそれを新しいデータとして溜め込んでおくとあ,のある程度溜まれば次の機械学習をもう一回し直してこの黄色の矢印は別の模型を使いますつまり良くなった模型を使うということです。 で、えっと、ま、マルコフ連鎖的な絵を描くとこのようになっていて、あの、青丸のところが通常のマルコフ連鎖です。つまり、コンフィギュレーション、範囲をどんどん変えていくわけですけれども、その時に次の範囲を出すっていうのは、マルコフレンサ持って帰る方法では非常に重要なんですが、ここでは MD を使って、特に機械学習分子導医学を使って、CA から CB を提案していると。 マルコ・フレンサ・モンテカル法としては、ただの,あの第一原理計算によるエネルギーの評価をしたモンテカル法ですので、精度は第一原理モンテカル法と同じ、つまり第一原理エムリーと同じになっているので、期待値は完全に元の第一原理エムリーと同じになっているはずですということです。でそので、このようにあの提案する、つまりあの原子位置を変えて、次に何を使うかというところにだけ機械学習を使っているので、機械学習の良し悪しというのは、この後方の良し悪しにしかならないので、結果的に精度の良し悪しにはなっていないと。 ということですから計算精度が元の手法と同じになっているという手法です。 具体的にどういう計算をしているかっていうと、えっと、まあ、先ほどもお見せしましたが、緑丸のところで第一次元計算、DFT 計算をして、で、機械学習はどこに使っているかというと、機械学習 M2 は黄色の矢印で、原子位置を動かすのに使っています。で例えば、この100回やると、100個、新しい100構造のデータが出ますので、もともと1000で訓練していたとすると、100足して1100で訓練して、新しい機械学習ポテンシャルを作りますと。で、作ったらそれを、えっと、今度そこにありますように、次の黄色矢印では、その新しい 機械ポテンシャルを使いますこれを繰り返していくと、どん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 良くなっていくはずです。もちろんデータが増えているので。ですので、このシミュレーションを走りながらそれをやるというのが、これの特徴で、これを事後学習と呼んでいます。なので、オンザ・フライに改善していって、特に、あの例えばですけど、この精度の評価もできて、 何かと言いますと、エネルギーをその緑丸で評価しているので、あまりにもダメダメなものを出した場合にはアクセプトゼロです。つまり全くアクセプトされないんです。良くなればそれはどんどん上がっていって、完全に合っていれば100%になるわけですから、ある意味このパーセンテージが質になっているわけですね。科学習モデルの質になってますから、どん,どん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 訓練していくうちに、例えばこれが最初30%が40、50、60といって80%のアクセプト率になって、そのまま平均アクセプト率が計算中ずっと変わらなければ、あもうこれはハイパーパーこのハイパーバラメーター上でこのもう訓練 完全に終わってるなということで、それを取り出して、後で見るなり焼くなり、好きに機械学習 MD をすればいいということになります。であの計算コストの比較なんですけどこれは機械、えっと、学習 MD というのはもちろん第事元に計算をしていませんので非常に早いんですが、この手法に関しましては、時々一事件計算をしている都合上、その普通の機械学習 MD よりは遅いです。ですが、普通、あの大事件計算 MD よりはるかに早いわけですねで。精度は同じと。 なので、この2つの利点がありまして、あの精度を本当に DFT レベルでやりたいけれども、計算重多すぎるという場合には、この SLHMC を使うと、精度は保証されているので、機械式 MD みたいに不安になることはないと。でもう1つは、機械式 MD で時間発展の物理を計算したいとか、追いかけたいときは、モンテカルラと時間発展できませんので、その意味で MD がしたいという需要もあります。でそういうときには、先ほどのアクセプト率があの、サチュルというか、その一定値になるような,ことをのような模型を。 できるまで回しておいて、それを取り出して、それで機械学習 MD を普通にするということをすれば、あの非常に高精度なポテンシャルが得られるということで、あの学習方法としても使えます。で、えー、と適用例なんですけれども、これ、サクッとおきたいんですが、アルファクォーツという物質に関して、SLHMC をしますと、この左の図は横軸が DFT の回数で、縦軸が原子値のエネルギー精度で、まあ、100回に1回トレーニングしているんですが、どん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 よくなっていくということになります。 でこれはあの厳密な手法であるということを意味する、あ見るために、えー、とこの、えー、と同型分布関数とかを見ると、大事に計算の結果でも完全に合っているとで、これはもちろんあのそ,うそうなるようになっているので大丈夫と。であと、面白いのは自己相関時間が減るということで。これはあの 平均事上変異の計算をすると、これ、個体だと一定値になることが知られていて、横軸時間なんですけど、まあ、今,今は DFT の数ですが、あのこの MD の負の数を、MD の時間の数を長くしていけばいくほど、あのすごい違う構造が出ますから、それは相関を切ることになります。企画者 MD のところは早いので、あっという間に終わるので、十分にいのモデルを持っていれば、あのすごく長くすれば、あっという間に相関を切ることができるということで、はい、DFT の回数を減らすことができる、その意味でもあの早いと。 であともう一個はあの、先ほど言いましたように、気学集ポテンシャルを作るという意味で、この SHMC を使うと。でこれはあの、イットリムニッケルモロンカーバイドという超伝導体の,のフォノン構造を計算してみたんですが、まあ、詳しいところは今こう言いませんが、例えば、炎の温度依存性とかを簡単に見ることができます。MD で、ダイレクトに原子の構造を見て、フォノンの、フォノン数を見積もるということです。 でじ,じ,えー、とじゃあ実際の計算時間どのくらいになっているかといいますと、まあ、これあの左側が DFTM に入れて、あの右側が SHMC なんですが、左 SIO2 とイトウミイケルボロカーバイドで、でその左の左が DFTM で,で、右の左が DFT です。でまあ、あの赤が訓練の色なんですが、まあ、訓練も込みで、まあひまあ、これ、見で分かりますように全然計算時間が違っていて、あの訓練も効率的にやってるし、あのプチリロ計算も非常に早いということです。これは 240CPU コア並列であの1、1世代前の j e n スパコンを使いましたが、 ともかく非常に早いということですで。あとはもう一つ、もう少し難しい系を考えると、えー、と液体のシリカ。 の、えと、高温の状態を見るときに、例えばこの、同じ機械してポテンシャルを使って、あの、長時間やったときに、これ構造が壊れちゃう場合があります。特に NPT アンサンブル、圧力1点のときにはセルがどんどん動くので、それでバラバラになって砕け散っているのがその MLME と書いたものです。で、一方で SHMC は悪い構造はリジェクトしているし、まあ、あとは保証されているので、構造はちゃんと保ったものになっているということで、安定なシミュレーションが可能です。高温で、例えば、えっと、安定な構造が見ることができます。 でここ細かいことはここでは言いませんが、ちゃんと大事験計算の m d トも合ってるし、えー、と例えば、えー、と平均事情変異もなんかこう拡散領域が見えたりとか、あとはまあ実験レクセンとの比較とかもできることになります。 あの、この、あの、手法、SHOC は、あの、PMD、あの、原子機構で僕が行った時に、一緒に志賀さんと作ったんですけど、あの、PMD とその、Ainet という機械学習ポテンシャルのパッケージ、これは別のオープンソースソフトウェアですけど、これを合体させた形にしております。ですので、あの、この PMD ってとこに、あの、計算、あの、行ってもらって、見れば、あの、誰でも簡単にできますし、あの、最近、あの、Docker 版も作りまして、あの、Google で Docker、PMD、Ainet っ検索すると、僕の聞いたの記事が出てきまして、その、それの通りにパチパチと打つと、簡単に、っと機械学習 MD ができます。 SHMC を使えるとということです、はい、であの最後に応用例をあの言いきたいと思います。で応用例はいきなりちょっとあの話が変わるんですけれども、まあ、最近アクセプトもされまして、まあ、準決勝の、えー、原子活化の話、まあ、この手法を使って何ができるかというのを一つのベンチマークになっていると思います。であのいきなりあの違う話なんですけど、準決勝っていうのは1984年にダンシュ・フットマン博士があの発見したものでな、何が特徴的かというと、X 線解析パターンが12回とか5回とか、そういうなんかその空間群にはありえないパターンを が出てきていて、まあ、非常にびっくりしたと。で,で実際単結晶を見るとわかるようにあのなですかね、5角みたいな変な形、五角形の結晶が出るということが知られています。であのこういうようなものはなんでこんなこと出るかということは色々調べられているわけですけれども、実は先ほどのえっとものは準結晶と呼ばれていて、結晶は規則正しく並んでいるんですけれども、規則正しく並んでないけれども欠状があると、つまりこうなんですかね。 ユニットセールは全くないんですけど、かなりきれいに見えると、そんなことはありえるのかっていうのを考えるわけですけど、実はこれは基本的な簡単なモデルだとすぐ分かります。 でどういうことかというと、そこにあるのはフィボナッチ格子と呼ばれているもので、長さが異なる線分を2つ用意して、それをフィボナッチ数に対応させて並べたっていうものです。でこれを考えると、これはあのユニットセルがなくて、つまり周期的では全くないんですねで。そういうような構造なんですけど、1次元の、えー、と構造なんですけど、これは実は2次元から作ることができるということが知られています。ここに書かれているのは2次元の、えー、と普通の格子ですね。 それに対して、あの、適当に線を引いてあります。で、この線の上に、この原子、二次元の原子を遮影してあげると、フィボナッチ格子が出るということが知られています。特に面白いのは、このフィボナッチ格子が出るときは、この傾きが有利数です。まあ、黄金比になっているときには、えっ、ー、と、その周期がない。で、一方で、えー、ともちろん、あの、有利数にすると、傾きを有利数にすると、周期が出ます。ですので、このように、 何らかの高次元構造を用意して、それを写影とみなすことによって準結晶のあの複雑なパターンが理解できるということがあの発見当初からいろいろ理解されています。で、これは今えっと一次元の構造に関して2次元なんですけど、実際の物質ではえ三次元の物質なわけですけど、それは6次元のえっと規則正しく並んでいる原子集団を3次元空間に写影してあげると出てくることになります。 ですが、まあ、そんなこと言われても、そんな高次元っていうのは何かってわからないわけで、あのまあまあ、言うのは簡単ですけど、それで本当に意味があるんでしょうかっていうのが気になってくるわけですねで。その時に、じゃあその高次元空間がもし検出できたら面白いかなと、現実に反映してると面白いなと考えた時に、1つの実験が昔からありまして、昔とか2000年頃にありまして、何かというと、比熱の話です。 これ統計力学をやった方はあの分かると思うんですけれどもあの、高温ではあの1次元あたり2分の KBT のエネルギーがあって、固体では、えっと、運動方向3種類3次元で、えっと、振動方向も3種類あるので、6あるので、2分の KBT×6 で 3KB が、えっと、KBT がエネルギーで、比熱が 3KB になる。まあ、デュロンプ T 速といって、すごく様々な物質で成り立たということが知られています。 これは3次元物質だから3が出ると。で、測定したら非常に3あのよく 3KB が出るんですが、準決勝では実は3を大きく超えることが知られていて、ちょっとちっちゃいんで申し訳ないんですが、えー、と横軸温度でこれ800、900、1000ケルビンとかになったときに4を超えます。4.5とかですね、こっちの図は。で、こちらは5を超え5に近いぐらい出ます。で、これ、あのえー、と通常の物質3次元系で、まあ、3が出るんだったら、じゃあ5が出るのは5次元なのかとか、そういうふうにちょっと気になるわけですね。 まあまあ、別にそれ、そんな単純ではないのはあとでわかるわけですけれども、な、まあ、何らかの意味であのつ、通常の自由度の他に何か自由度があるんじゃないかと期待しますし、それは高次元性から物質ができているから、もしかしたら有限温度の比率に効いてるんじゃないかと思うわけです。で、じゃあ、比熱を先ほどの SHMC という気合学習分子取り計を使って計算してみましょうと。なんですが、準結晶というのはもちろんニニットセルがありませんので、大事件計算はクラスターを考えるしかないわけですね。ですがあの もちろんそれは非常に原子が多いので実際できません。ですので、先ほどの,あの無理数で傾きやったら準結晶で、有理数だと周期が出ると言ったんですが、そういう準結晶に似てるけれども、ちょっと周期があるよっていうものを近似結晶と呼びます。でこういうものはユニットセルが大きいんですが、一応大次件計算できます。ですので、これを使って無理をやれば一応計算はできると。特定の構造に対して。 なんですが、比熱の計算をしたかったら、揺らぎ、あの、統計理学のエネルギー、揺らぎの期待値から求められるわ,わけですから、エネルギー期待値を時間平均に取ればいいんですが、非常に長い計算が必要です。1トニミッキルモノカフェの時は1ピコ秒をやったんですけど、これ全然足りなくてあの、数千とか2ナノ秒ぐらい計算しないとダメで、数百原子の2ナノ秒ぐらいのやつをやらないといけないと。まあ、もっと大きい方がいいんですが、まあ、かなり大変です。 で今考えたいのはアルミニウーー UPD という物質で、これが準、えー、結晶を実際、実際に合成されてまして、あと近似結晶もできています。であのこれ、共同研究で作ってもらって、作った構造に対してシミュレーションと実験をやって、比熱がどうなっているかを見ているというものです。まあ、0111と書かれているのは、まあ、先ほどの有理数だと思ってもいただければ、これが無理数に近くなると、準結晶に近くなるようなものです。で構造は、えー、ともちろんあの理論計算などで適当に作るわけですが、6次元空間の調光子を3次元空間に遮影したものとして、そこに出ています。 でこれを、えー、とシミュレーションと実験で見たときに高次元性が見えたら面白いねっていうことをやりました。 で実際、まずシミュレーションが正しいかどうかということで、機械学習 MD を先ほどの SLHMC を使って作って、あのこの比熱が3になるやつですね、ちょっと分かりにくいんですが、あの下が温度で、えっと、上が、えっとえっとえっと、KB の単位なんですが、アルミニウム13、アルミウム4っていうのは、あの緩やかな温度依存性を描いて大体3ぐらいです。で、どうもそのくらいになっていて、えっとまあ、デュロンプティーの値をこの手法ではきれいに再現しているということで、温度依存性も含めて定量的に合う手法であるということが分かります。 で、この実際のこの結果なんですけども、あれ、この物質に関して実験。 をしてもらって、準決勝が赤で、金、え、字、ー、結晶は、えー、緑と青が金字結晶で、金字度が緑の方が高いと。金字度が上がれば上がるほど、何、えー、か比率が上がっているように見えますし、1 0 0 0ビンぐらいでは、まあ、3を大きく超えていると。まあ、すごく大きくガッと上がっていくわけですね。準決勝と4を超えています。シミュレーションの方はちょっと分かりにくいんですけれども、だってもちろん準決勝は今できないので、えー、21が一番複雑なやつなんですが、まあ、大体3.5ぐらいになっています。これエラーバーを含めると、大体やってるかなと。なんですが、あの今、あのシミュレーションのユニットセルをちょっとあの、例えば11って物質は、 えと200原子ちょっと覚えてもないんですけどもそのぐらいなんですけどその流域性量切り出しを変えてもっと大きくしてあげてつまりスーパーセルサイズ依存症を見てみるとちょっとそれがスーパーセルサイズ依存症がありまして、えーとまあ、ちょっと見えると緑四角で緑と青の三角。 逆向きの三角っていうのはその同じ原子物質でえっ、ー、とィスルー変えたんですが値が変わってしまってつまりーー原子サイズを増やしていくとちょっとまだ比熱が上昇するのでこのシミュレーションのデータ自体はまだ収束してないですあの原子数に対してなのでもっと大きくすればあの実験で合うかなとも思うんですけれどもこれ実際このデータ出すのに、えー、と j e のスパコンでまあ えと半年とか1年ぐらいかかってて、なかなかちょっとあの、膨大にデータを取らないといけないので、ちょっとそ,れその意味で、これ以上大きくできないので、これで勘弁していただきたいんですが、大事なことは何かっていうと、温度を上げていくと上がっているという振る舞いを定性的に再現している。ということは、あの時間発展で見てますから、上がるときに何が起きてるかを時間でこうシミュレーション、アニメーションしてあげれば、何が起きてるか分かるだろうということになります。 であの最後の結果数が、まあ、いくつか結果をお見せしますが、これ何かというと原子位置で、A、B、C って何かというと別の原子に着目していて、色は何が違うかというと、X、Y、Z ですで。この A っていうのはよくあるフォノンの振動、今1000ケルビンの結果なんですけど、ガガガって揺れてまして、一方で BC っていうのは大きく動いてます。縦軸はえっと原子の位置なのでインド、イントセルを大きく超えるような、ぐわーってこう動くんですね。かつ、カクンカクンカクンってなってます。 これは100ピコ秒後に1回ぐらいのすごい緩い動きが見えるっていうこと、これ分かっていて、これが実はフェイズオンフリップというに言われていて、何かというと、準決勝は先ほど言いましたように遮影して出てくるってことを言ってました。この遮影するときにどこを遮影するかっていう帯があって、これ結構自由度がある、理論的には自由度があるんですね。これを動かしたら、先ほどそこに書いてある 赤丸の入ってるやつと入ってないやつがありまして、ちょっと動かすと入っ,て入ったやつが入ってなくて、入ってないやつが入ったやつなけですね。ですので、まあ、こういうなんか変な動きをすると、現実世界で原子の位置が動くので、これをフェイズオンフリップと呼います。まあ、こういうのがなんか見えてるんじゃないかと。おっうなであのもう1個見てみると、温度を上げていくと、アルミニウム原子が拡散しているということが分かります。これはあの平均事情変異で、一定値の個体になるわけです。で、えー、とまあ拡散ですねって分かってで、最後にここが面白いところで、 えとこの今あの、拡散の経路を黄色で書いてみました、ねあの。見てみると、なんか特徴的なチューブ構造がありまして、これが何かあの高次元と関係してるんじゃないかということを言います。で、最後に、あのこれ、どういうふうに説明するかっていうと、今、高次元空間で、あの6次元のも,も,もちろん書けないので、3次元で書いてますけども、見ると、アルミニウムは外側で、他の原子が内側に入ってます。 で、これがあの絶対0度の状態だと思うと、有限温度になると、占有率があの、この真ん中が1で外が0だったのが、まあ、1が0.8とかになって、外側が0.2とかになるわけですから、この外側の、えっと、本来いなかった原子が、占有率が出てくると。それがあの、そこに書いてある模式図ですけど、えっと、フラストレートサーマリーにアクティブされたアルミニウム原子で、外側にアルミニウムがいます。で、それを、えっと、3次元空間に書いてみると、実はこの緑のバーチャルなサイトが出ます。占、ま、有、あ、率が0から上がるだろうと思われるものですね。 それをその右側の図に書いてみると、実はのシミュレーションで、こういう高次元とか全く仮定してないシミュレーションで出てきたこの黄色の経路がこの緑の点を通っていることが分かりまして、これ高次元の振る舞いというか、高次元性を考えると綺麗に分かりますよと。でも時間もありませんので、最後に言っておくと、これのフェイゾンという自由度を使って南部ゴールドストモードという話が理論的にもありまして、拡散定数が温度依存性。 あるのでエネルギーが温度に乗せがあって、そういうことは微分も温度に乗せがあるので、比熱も上がりますねということになります。ですので、こういう高次元性を使って、比熱が上がってるんじゃないかというような話を最後にしました。まとめますと、シミュレーションを機械学習を使って高速化していろいろやっていきますということです。